皆さんこんにちは、三上優です。今日は2022年12月31日大晦日です。私がアンバサダーを務める T クリニックさんにやってきております。 T クリニックの今ね、待合室にいるんですけど、かわいいよね、ここも。12月にアンバサダーになるの発表されて、何回かね、私も通ってるんですけど、今日は結構私的には大きい施術をやりたいと思っております。何かっていうと、クマ取りやりたいんですよ。私そんなクマは目立つ方じゃないんだけど、毎年さ、休みを取れるのがここら辺しかなくって、こんな感じで、クマはそんなにある方じゃないと思うんだけど、でも相良先生がすごいクマ取り上手みたいで、 T クリニックのね、相良先生がやりたいんですって言ったから、最初やらなくていいって言われたんだけど、この間違う施術しに来た時に、でも確かにクマちょっと取ってもいいかもしれないですねって言われて、私ここがむくんだりして涙袋がなくなるんだよね、いつも。そういうのも改善されるって聞いたから、クマ取りしたら、いわゆる膨らんだクマはないんだけど、なくてもなんか良くなることは多いらしいから、やってみようかなっていう気持ちでございます。年末最後の私の美容で、ちょっと今日はとりあえず拓也先生に今から話を聞きたいと思います。クマ取りの経過気になる人も多いんじゃない？私も結構昨日見たの、 YouTube で。だから私が自分がね、アンバサダーを務めてるこちらのクリニックのクマ取りがどんなものかっていうのを自分でね、検証したいと思います。はい、私がアンバサダーを務めてる T クリニックの院長、相良先生です。よろしくお願いします。お願いします。こっち、うん、右目が特にちょっと膨らみ強いかなと思います。前も言われましたよね。はい、この部分が脂肪なんですよね、これ。確かになんかこっちはあんまり出てはないんですけど、ただ涙袋がぼやっとするぐらいは出てるので、うん、左側も取ってあげた方がいいかなと思いますね。この眼球に対して 2,3 ミリぐらいへこむと涙袋も綺麗に出てくるので、まあ、そういったところでさらにこう印象も良くなってくる、うんうん、取り方はこの悪感ベーしたこの赤いところから取るので、表に一切傷つかなくて、まあ、チョコからメイクして、まあ、お出かけとかは可能ですね。はい、明日明後日がどうしても腫れてきちゃうかなと思いますね、まあ、直後はなんていうか麻酔の腫れだけで、明日明後日は炎症っていう腫れがあるので、うん、まあ、なるべくこう安静にしてもらうと、まあ、腫れ感も少なくできるので、まあ、そのようにしてみてください。はい、へこみすぎるってことは何ですか？まあ、もちろんこう眼下脂肪ってこの眼球があって、この、まあ、全体的にこう包まれてあるので、うん、取れるだけ取るとかってすると確かにこうへこみ感が強く出ちゃうので、うん、そこはまあ、なんていうか適量を取ってあげるっていうのは大事なんですけど、この上顎骨って骨だったりとか、うん、寝てる状態だったりとか起きてる状態を見て、ちょっとそこら辺は適量を取っていくようにしていきますので、ご安心ください。はい、なんかデメリットはありますか？デメリットはインフルエンザのワクチンぐらいの痛みがあるかなっていうのと、あとは例えば二重整形とか他の整形とかと違うのは鈍い痛みもあるんですね。でそれがどうしてかっていうと、この上顎骨って骨に対して脂肪がちょっとへばりついてるので、骨の痛みちょっと鈍いんですよね。そこら辺はあるんですけど、ただ麻酔足しながらやっていくので、もし痛かったら教えてくれたら麻酔達せるので。涙袋はなくならないですか？はい、元々の涙袋はなくならず、逆にこう強調される形にはなってきます。ただまあ涙袋のヒアルロン酸とか入ってると、まあ、ほんの少し流れてしまう可能性もあるので、まあ、術後の状態見て、まあ、もし例えばヒアルロン酸入れてる方とかだったら足したりとか、そういったこともする場合もありますね。ただ普通は増えてくる方に行きますね、うん、ダウンタイムが他のオペに比べてちょっと長いかなと思うので、平均5日ぐらいはちょっと腫れちゃう場合があります。で内出血とか出た場合は 1,2 週間でどんどん良くなってくるんですけど、まあ、そこは内出血出やすい人出づらい人がいたりとか、あと腫れやすい人腫れづらい人がちょっと分かれてくるので、だいたい5日ぐらいって思っていただくといいかなと思いますね。分かりました。あとは例えばオペがあんまり慣れてない先生とかだと、なんかめちゃくちゃ痛かったりとか、なんか結構出血というか眼球の方に出血だったりとか。なんか見たことあります、眼球に出血。そうなんですよね。とかあとは取り残しとか、脂肪取れてるのに
クマが残ってるってことがあったりとか、それ取り方が悪いそうなっちゃったりとかするんですけど、この辺はしっかりあのなんていうかならないようにというかやっていくのでご安心いただけたらと思います。はい、今より目を大きくしてほしいです、うん、ああそうですね、うん、なんか脂肪がむにょったらちょっと押されてる感じもあるのと、うん、ここら辺に目の下に靭帯があるんですけど、そこら辺がちょっと緩むことによって目もちょっと大きくなりますね、クマ取ると。へえ、1週間ぐらい突然血が出てくることがありますね、クマ取りって。見ました、昨日それ調べてた。それがあの例えばじゃあ縫合とかしたら出ないんじゃないかっていう発想になると思うんですけど、縫合とかしちゃうとここになんていうか血が溜まっちゃうと眼性型が高まって失明しちゃうので、うん、あえてここって傷開いたままなんですね、うん、で1週間ぐらいなんか突然視界がぼやっとなって、あれ視界が悪くなった、あもしかしたら出血してるかもって、うん、ティッシュとかで押さえると出血してるとかってあるんですけど、うん、まあなんていうかもう確率で起こっちゃうので、うん、視界がバッて悪くなったらもうティッシュでここを15分ぐらい圧迫するっていうのを淡々と、うん、わかりました。じゃあ出血してきたらティッシュで。そうですね、ここの圧迫していただけると。最初びっくりしそうですね、はい、ああそうですね、うん、あとはこれ全部のオペに言えることなんですけど、まあ腫れてる段階っていうのはむくみやすい状況だったりとかするので、うん、まあ72時間はまず冷やした方がいい、うん、72時間後は冷やさなくていいんです、うん、で頭に血流が溜まっちゃうとこう腫れやすかったりとかするので、うん、気持ちこう枕高めにして寝てもらう、あとは辛いものとか塩分多めの食事とかお酒とかはなるべく1週間は控えた方がいいかなと思いますね。わかりました。なんか私ここがなんか腫れてません？ここら辺って頬の皮膚で、ここら辺って目周りの皮膚で、うん、まず薄さが違うのと、うん、ここにこう靭帯っていうのがへばりついてるんですね、うんうん、なのでそのせいでちょっとここがこうぷっくりして見えますよね。そうなんですよね、まあ、ここが逆にこうへばりついて皮膚の性状が変わってるって感じで、うん、ここが若干もしかしたらクマ取ると強調されて見えちゃう可能性もあるんですけど、根本的な原因がここの皮膚の薄さとこの靭帯のへばりつきなので、うん、皮膚を厚くする注射とかもあるので、まあ、術後もし気になったら注射していただくとどんどん良くはできるので、まあ、ちょっとそこら辺見ながらやるといいかなと思いますね、はい、こんな感じでマーキングしてもらいました。今から麻酔をして早速やっていきます。バイバーイ。はい、終わりました。お疲れ様でした。割と長かったのかどのぐらいだったのかわかんないけど、うん、結構丁寧にめちゃくちゃやってくれた。見ました？脂肪見たし、意外と脂肪ありましたって言われて見かけによらないんだなと思って、うん、手術中痛いっていうか、 なんか何をやってるかよく分かんなかったから、あ何やってるんだろうっていう感じで、そしたらなんか終わったって。見た目はそんなないかったですね。私はしかも今術直後だけど、そうそんな腫れてないよね。まあ、じゃあとりあえずね、手術は成功ということで、はい、はい、ということで、まあ明日というかこの経過何日かごとに撮って、うん、またそちらを完成形までお見せしたいと思いますので、今日はもう良いお年をということで31日に何やってんだよって感じなんだけど、まあでも家で安静にします。で三上岩さんの場合右の方が放送ではあったんですけど、うん、意外と左もその脂肪の角膜っていうものをこう、うんうん、破った時にバーって出てきてたので、まあ、そのなんか角膜の薄さの違いでもちょっと見た目上に影響出てくるんですけど、まあ、そこは今こう均一になってる状態なので、うん、意外とこう左の方も取れたっていう状況ですね。なんかさっき気にしてた段差、はい、もう結構気にならなくなった気がして、ああよかったです、楽しみです、はい。まあ、ダウンタイムなんですけど、まあ、これからちょっとどんどん慣れてはくるんですけど、まあ、人ってこう朝起きた時やっぱりむくみやすいじゃないですか、うん、なんで明日の朝とか、まあ、次の日の朝とか一番晴れるかなと思います、はい、で、まあ、目やにが出たりとか、あとはこうそもそも腫れたりとかするんですけど、まあ、それはあの炎症といって血流が上がっていることが原因なので、ちょっと冷やしながらですね、ちょっと気持ちこう圧迫してもらえると一番いいかなっていうのと、はい、塩分多い食事とか辛いものを控えて、お酒お風呂激しい運動は控えて、はい、もらってて。何日目からお酒とかはいいとかあるんですか？一応クマ取りの場合1週間は控えた方がいいんですけど、うん、まあ、飲んだとしてもまあちょっと出血するとかそこら辺かなとは思うんですけど、うん、まあ、やめた方が無難ではあります、はい、1週間は、はい、1週間は控えてください、はい。
で、あとは突然こう血が出てくることとかも1週間リスクとして、まあ、あの皆さんあるので、はい、まあ、出ちゃったら出ちゃったらこう抑えれば15分ぐらいで、ね、ここ抑えてもらえればいいんですけど、なるべくこう出ないようにですねするために、まあ安静にちょっとしてみてください。はい、ありがとうございました。あ、ありがとうございました。はい、経過楽しみ。あ、もう、はい、また教えてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。クマ取り手術をしてから3日目です。結構ね、腫れてあざができました。私は腫れは割と収まったんですけど、あざは結構濃いですね。まあ、仕事始めまでもう少しあるので、ちょっとね様子を見たいと思います。先生にあのヒルドイド塗るといいって言われたんで、ヒルドイドも塗っております。手術日の夜に結構腫れてきてパンパンになってきたんですよ、目の下が。で、涙もすごい出て、次の日とかはあの起きた時目を開けたらもう涙やけがバーってすごかったので、水で洗い流したりしました。昨日ぐらいまでは、まあ、結構腫れ感が強かったんだけど、まあでもちょっと徐々に収まってきた感じですね。で、目の開きとしてはもう全然今も結構開きます。今日の状況はこういう感じです。ちょっとね、あの1日目2日目がね旅行に行っていたので、あの経過を撮れなかったのですみませんって感じなんですけど、写真は撮ったので写真を載せておきますね。今からメイクをしてみるので、どんな感じで消えるかも後でお見せしたいと思います。あ、痛みとかは全然ないですね。私はなんか血の涙が出るかもしれないと言われたんですけど、それも出なかったです。長い湯もしてないし、あのお酒も飲んでないし、結構安静に過ごしてはおります。で、先生にこういう風にちょっと押した方がいいって言われたんで、そういうちょっと押したりはしております。そんな感じで今からメイクをしていきたいと思います。メイクしたらこんな感じになりました。普通のコンシーラーじゃ隠しきれない緑っぽくなりました。まあマスクしたら分かんないぐらい、はい、ちょっとなんか顔むくんでるしね、ブスだね。こんな感じです。3日目。あ、でね、メイクするときにあの涙袋するときちょっとだけあざっぽい感じで痛かったです。あざっぽい痛みがありました。それ以外は特に何もなかったです。では行ってきます。ダウンタイム5日目の、メイクした後はこんな感じです。だいぶコンシーラーしたら紛れました。まあまあかな、よく見たらうっすらあるかなってぐらいで、まあ普通に日常生活はできそうですね。クマの状態がめちゃくちゃいいってことに気づきました。メイクしてなんか涙袋がいつもよりもすごく浮き出ていて、朝から涙袋ちゃんとあるって感じでした。メイクしやすかったです。涙袋を結構いつもぷっくりさせて影も結構描いてたんだけど、今日はそんなにしてないのにこんな感じで自然な涙袋ができてめっちゃいい感じ、やってよかったなって今思ってます。はい、ということで5日目はこんな感じです。ダウンタイム7日目です。まだねあざがちょっと残ってるんですけども、こんな感じでまあだいぶ薄くはなりました。コンシーラーすればもうほぼほぼ隠れる感じです。こんな感じで痛みとかはもう全然ないですね。はい、今がクマ取りをしてちょうど1ヶ月になります。経過を皆さんにお見せしていきたいと思います。こんな感じでまああざとかは一切なくなりました。あざはね、だいたい1週間ちょっとぐらいで、まあ、完全に消えてきましたね。後半はコンシーラーとかつけて、まあ、仕事したりとかしてました。クマ自体が、まあ、もともと別にクマが気になってたわけじゃないのでどうなんだろう、こう映像をちょっと比べて見ないとわかんないんだけど、ここら辺はすごくすっきりした印象ですね。で、撮りすぎてこうへこみ感とかも別に気にならなくて、あの何よりもやっぱり涙袋がぷっくりとしました。で、目の下の腫れぼったい感じがなくなった気がします。もうメイクがめちゃくちゃ楽になって、涙袋をね描く時間が本当に短くなりましたね。結構ねクマ取りするまでそんなにこうぷっくりしてなくて、寝起きとかも腫れちゃって、あのむくみでね結構涙袋バーって描いたりしてたんですけど、むくみ感が気にならなくなりました、目の下の。今メイクはしてないんだけど、もうすっぴんです。どうですかね。
ビフォーアフターは。ここから見た感じとかこんな感じです。非常にやって満足しております。まあ、熊取りといってもいろんな悩みがあると思うので、みんなそれぞれ熊が本当に気になる方や、私みたいに涙袋がこうあんまり出てこない、ちょっと腫れぼったい、寝起きとかの腫れぼったい感じが気になる方とか、まあそれぞれ悩みがあると思うので、まあそれはカウンセリングとか行ってどんな感じにするかとかっていうのは先生と決めてもらった方がいいかなと思いました。まあ、私自身はね本当にすごく気に入っています。1ヶ月の経過でございました。皆さんいかがだったでしょうか。 2,3 ヶ月経ってからもこうどんどん馴染んでいい感じになってくるって先生が言ってたので、また楽しみにしたいなと思います。あ、この後メイクした後のね動画もちょっとお見せしたいと思います。すっぴんはこんな感じでした。今メイクした後です。ですがちょっとメイクをしたのがもう何時間も前で、お出かけして帰ってきたのでちょっとメイクはよれてるんですけども、こんな感じです。あのね、ここら辺ちょっとねよれちゃって、メイクが涙袋メイクはしてるんだけど、前よりあの影とかを入れる量がすごく少なくなりました。まあ、結構前までは涙袋にこういうさ涙袋ペンシルをビーって塗って、まあ、割と涙袋をこう頑張って浮き出してますっていうのをメイクで作ってたんですけど、まあ、今はメイクで作らなくても、そんなにたくさん塗らなくてもすぐ涙袋がぷっくり見えてくるようになりましたね。まあ、それは 2,3 週間目ぐらいからすごい感じてて、今すごく満足しております。目が大きくパッチリ見えるようになったし、あと感じるのは若干垂れ目っぽくなった気もします。なんでかわからないんだけど、もともと垂れ目なんだけどさらにちょっと垂れ目っぽくなった感じ。まあ私は、まあ、垂れ目にめちゃくちゃこだわりがあるわけではないんですけど、結構なんかメイクで垂れ目にしたりする方も多いと思うのでプラスポイントなのかなって私的には思いました。まあそんな感じですごくいい感じの経過で、1ヶ月2ヶ月ってどんどんなんか綺麗になっていくみたいなので、まあ、今後もちょっと注目していきたいなと思っております。熊取り1ヶ月こんな感じでした。なんかさ今さ、しかもさメイクしたままさちょっと寝ちゃって顔が丸い、ごめんなさいごめんなさい、寝てたの今ちょっと丸いけど気にしないで。カラコンは今ミューズパールつけてます。そんな感じで1ヶ月無事経過経ちました。もしね気になる方は T クリニックの相良先生、とっても熊取り上手なのでぜひぜひカウンセリングでも受けてみてください。以上、三上優でした。